白熊マフ,クロウフランソワ・ポンポンは、フランスブルゴーニュ出身の彫刻家である。ポンポンは、ブルゴーニュ中部に位置する僧侶で生まれ、父親は、家具職人や仕立て屋をしていた労働者階級であった。ポンポンは、主婦のディジョンの破壊士屋の大理石職人として、その彫刻家としての経歴をスタートさせる。仕事を続けながら、美術学校の夜間課程に通い彫刻の基礎を学んだ。 1876年21歳の頃にポンポンは彫刻家を目指してパリへ出る。国立美術学校エコールでボザールの夜間家庭に在籍しつつ昼間は大理石職人として働いた。ちょうどこの頃パリは不仏戦争、その後のパリコミューン革命政府などの混乱による後輩後の復興期にあたって多く建築計画が進められており、 装飾彫刻を得意としたポンポンはあちこちの工事に借り出されパリでの生活は順調だった。1879年、ポンポンは制作したコゼットの彫像がサロンで好評を得て念願の彫刻家としてのデビューを果たす。だが、この成功はポンポンの生活をより安定させることとなるものの自分のスタイルを見失い、 1880年代のポンポンの彫刻家としての個人的な経歴は全く見当たらない。つまり、ポンポンは他の彫刻家の女子をあちらこちらで務めていたようである。1890年代に入る頃、学生時代の友人であったピエール・ルイ・ルイ・アールの作る彫刻に礼儀されて動物彫刻に注目するようになる。 また、エジプト美術や日本美術に興味を持ったポンポンは、そのシンプルながらも、神聖さあふれるスタイルに感銘し、彫刻からリアリズムを廃し、単純化を試みるようになっていく。また、これに前後して、ロダンの工房にも出入りするようになり、その助手を続けながら様々な彫刻作品に触れ、自らの作風を確立していった。1900年代に入っても、ポンポンは、 ロダンの制作を手伝いながら少しずつ作品を作りため、1917年のロダンの死後に最晩年となってからようやく独立を果たす。リュクサンブール美術館が山場との彫刻を購入したのを皮切りに人気を集め、1922年67歳にして代表作の白熊を発表することとなる。ポンポンはその生涯のほとんどを 他の彫刻家の支援に費やしたが、晩年に独立してからの10年で多くの作品を制作し、その単純化された独特なラインを持った彫刻は、まさにモダニズムの頂点でもある。故郷の創立にポンポンの名を冠した小さな美術館があり、また、リジョン美術館にはポンポンの作品を集めた一室もある。パリのオルセイ美術館のコレクションが著名であり、 日本においても群馬県立立林美術館が収集を試みたが、ポンポンが遺言で禁じていた死後中蔵の作品を多数購入してしまい問題となった。ありがとうございます。